皆さん、こんにちは。今日は今から今週のですね、土曜日に予定しております、TAD のですね、新型のスピーカー、CR1 Mark II、これをですね、タッドのリファレンスシステムの D600、C600、そして M600、この組み合わせでですね、行う視聴会ですね、予告編ということで、今日も機材早速搬入が終わりまして、セッティングも完了しましたので、いくつかの曲をですね、聴いていただくというふうに思います。まずはこの CR1 Mark II なんですけれども、ペアがですね、370万円税別、スタンド24万円税別で、非常に高価なスピーカーなんですけれども、CR1 から変更されたのはこのですね、ウーハー部分の高音質ですね。これがですね、従来のものは、この黒く見えているケブラーですね、表面に、ポリエチレンがコーティングされてたんですけれども、そのコーティングが外れてたということで、従来はちょっとツヤっと光り輝くような色だったんですけれども、それがこのカーボンのですね、ポリメガが直接出ている。この ウーハーの振動板が変更されたということで、ここですでに CR1 のですね、視聴会が行ったんですけど、その時のと比べると、低音がですね、若干こう、柔らかい感じにする。それに伴って、一回りちょっとこう、柔らかい今の大人の音になっているかなという感じがします。瞬間的なこう切れ味とか、そういうものは、CR1 の方に上がったかなと。とはいえ、その辺はアンプ、その他ケーブルの調整でね、なんとでもなるような、ごく小さな変化だというふうに思います。それでは、この CR1 を聞いていこうというふうに思います。スピーカーですね。スピーカーがこの今映りました TAD の CR1 Mark II、そして CD プレイヤーがこの TAD の D600 になります。アンプがこの右側の C600 とこの M600 の組み合わせですね。すべてセットにして消費税を入れてケーブルその他入れると約1500万に届こうかという。非常に高価なシステムだというふうになっております。ではこのシステムでまず1曲目ですね。このコンプレッション、コンプのかかった J-POP なんですけど、このスーパーフライっていうグループが歌ってる誕生、これをちょっとかけてみようというふうに思います。Thank you.
では次はですね、前回 の、 あの CR1 の視聴会でですね、最もこう音が良かったというふうにあの感じられたマイケル・ジャクソンのですね、このあのスマイルですね、これをちょっと鳴らしてみると、while if you just do this.
では続きまして、オーディオファン向けにですね、高音質な録音をですね、集めたソフトがありまして、このグルーブノートっていうソフトなんですけど、これの1、2、3と3枚出てるんですけど、セカンド2枚です、2枚目ですね、2枚目のラストに収録されている、これは、Here's to Life っていうあの曲なんですけど、まあ、あのオーディオファンの間ではすごく有名なあのジャシンタさんっていうね、あの女性ボーカリストが歌ってる、この Here's to Life、 これをちょっと聞いてみようと思います。今までおかけした2曲は CD ですけど、これは SACD になります。I still believe in chasing dreams and placing bets, for I have learned that all you give is all you get, so give it all.I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill and do it all again. So here's to life and every joy it brings.Takes away as long as I'm still in the game. I wanna play for laughs, for life, for love. So here's to life and every joy it brings.
Here's to life. Here's to love. Here's to ジャシンタのですね、Here's to Life でした。まあ最近ね、この女性ジャズボーカルではですね、グレース・マイヤーさんのラストタイムアットダグですね。これはよく使ってたんですけれども、ラストタイムダグのですね、ラストタイムアットダグのですね、録音の良さっていうのは、まあ、SACD のですね、まあDSD ですね。ダイレクトストリームデジタルによる、非常に広いダイナミックレンジと、広いダイナミックレンジがですね、魅力的な録音ですね。ダイナミックレンジっていうと、どういうものかというとですね、一番小さい音と一番大きい音の、その差ですね、これをダイナミックレンジって言います。で、最近のですね、iPod、iPhone、こういったものを、あるいはラジカセ、こういうシステムっていうのはこのダイナミックレンジが狭いんですよね。つまり今おかけしているようなハイエンドのピュアオーディオシステムっていうのはもう耳に聞こえないようなマイクが捉えた、人間の耳には到底聞こえないような小さな音まで再生することができるんですけれども、ゼネラルオーディオの機械っていうのは一般的なオーディオの機械っていうのは、そこまで小さい音はですね、再現できないんですね。となってくるとやはり再現できる一番大きい音と一番小さい音の差っていうのが小さくなるんです。これダイナミックレンジ、ダイナミックレンジが小さいんですね、ゼネラルオーディオの機械っていうのは。ということは、大きい音をそれ以上大きくせずに小さい音を大きくしてあげるっていう操作をすると、その狭いダイナミックレンジの中に、音楽をギュッて凝縮して圧縮してですね、収めることができるんですね。このために、コンプレッサーという機械を使ってですね、大きい音がある大きさ以上に大きくならないようにして、録音されています。これが一番最初におかけした、スーパーフライさんの誕生、こういったものには、コンプレッサーというものが使ってですね、小さい音と大きい音の差を小さくして録音してあります。しかし本来こういうダイナミックレンジの狭いものをですね、ダイナミックレンジのこの広い機械で再生しても、その機械の良さっていうのはちょっと出にくいんですね。そのためにグレース・マイヤーさんのように小さい音は小さく大きい音は大きいままに録音された自然な録音のですね、コンプレッション圧縮をかけない録音が非常にこういうハイエンドのですね、ダイナミックレンジの広いシステムを活かしてくれるわけです。で、今日おかけしたこのグルーブノートに収録、グルーブノートの、ボリューム2に収録されている、ジャシンタさんのこの Here's to Life なんですけど、こういうものっていうのはスタジオで録音されてます。で、若干そのコンプレッサーっていうのをかけてあるんですけれども、非常にこう小さい音もきれいに入れてあって、特にこのソフトではスタート出だしのところのピアノですね、このピアニストがペダルを踏む音、ペダルを踏む音、ペダルをリリースする音、ゴソゴソっていうようなピアノの音も入ってますし、ハンマーが動くような音も入ってます。そしてボーカリストの唇の動きが見えるような小さい音ですね、唇のひっついて離れるようなピチャピチャ言うようなですね、小さい音まで入ってます。まあ、実際のコンサートでは、こういう音は聞き取れないです。会場のざわめきでありますとか、あとはやはりコンサートホール自体のですね、やっぱり人間が入ると、人間の騒音っていうのがありますから、そこまで小さい音はですね、耳に届かなくなります。それをですね、ちょっと虫眼鏡で見るかのように拡大して録音していく。まあ、これがこれを再生して、事実上こう実際に生では聞こえないような細かい音まで含めて音楽を聴いていくっていうのは、
オーディオの一つの楽しみだと思うんですけれども、まあ、その細かい音を極限まで再現して、小さい音から大きい音まで、耳に聞こえないような小さい音まで再現するこのハイエンドシステムで、こういうジャシンダさんのですねソフトをかけるとですね、また独特の世界が生まれてきます。これがまあ一つそのオーディオのね、ピュアリズムっていうか、その現実を超えたところのさらに高いところにあるような非現実的な現実感を生むんだというふうに思います。ではこの予告編の最後の曲になりますけれども、これはもうノイマン・チェコフィル、これは圧縮をあまり受けてない曲ですね。ノイマン・チェコフィル、ワンポイントステレオマイクで録音された新世界より、これの第4楽章ですね、ちょっと激しいところ、まあ、これを、まあ、聞いてみようと思います。ちょっと曲が長いので途中でフェードアウトするかと思いますけれども、まあ、こういった感じで今週の土曜日に行うイベントも考えておりますので、よろしければご予約の上でお越しいただければというふうに思います。それでは最後の曲になりますけれども、今チェコフィルの新世界、これをおかけしようと思います。
いかがでしたでしょうか。まあ、機械はですね、今日はだいたい6時間ぐらい鳴らしてたんですけれども、今聞いた感じで、そうですね、実力の、まあ、60、70ぐらいに出てればいいかなっていう感じですね。まあ、試聴会当日までにはこれを90以上にアップして、さらに用意して聞いていただこうというふうに考えております。それでは、この一品館のですね、行う CR1M2、C600、D600、M600、この試聴会の予告編を終わらせていただきます。ありがとうございました。